見た目よりも残るあどけない心だけがそう先走る青いつぼみのまま大人ぶる。なんかやばないよ。なんか息してるか。息してるか。これや、ちょっと俺画面がさ割れてるからさ。あ、そうなの。まあこうでいいか。大丈夫これ。キュンって線入ってるけど。なんか俺だけ白いの。こんにちは。現在8月11日2時40分。夜でーす。挨拶から。はい。どうも、玉谷実です。スペシャルゲスト玉谷実の、リアル友人ですのポコチン TV です。ポコチン TV お願いします、はい、お願いします。リンク貼っとくんでチャンネル登録してください。お願いします。はい、見して。今日は味噌菌を買いました。やったー嬉しいよね、うん。まあ、僕は1回で2回食べてます。2回食ってますから。ほんでマジでほんまに最後の2個とかってコンビニで8月10日発売やったんですけど、8月11日になんか発売やって近くのコンビニでは。で0時ぴったりに行ってほんま残りちょうど2個でした。まあ危なかった、うん。これ取ってレビューしまーす。よいしょー。お願いしまーす。はい、どうぞ。開けまーす。普通にガチレビューね。ヒカプレ食べたことない。どこまでなんかいいやつだ。白いこれ何、これもやしです。これもやしです。白い、うん、チンゲみたい。それはいいよそれはいいよ。チンゲはいいです。リアース。お前大こぼしです。これどれぐらい。これ1000あるやろ。はい、多分足りひんじゃん。これ足りひんかな。足りる足りる、絶対足りるわ。いらっしゃー。はい、今から5分やから今な2分7分ぐらいやったら食う。箸ありますんで。ありますか。はい、上で温めて。はい、はい、ちょっと何かしら話をしながら、ちょっと待ちましょうという感じなんですけど、これなんカットせえへんかな。そうね、なんとかに耐えないと。しゃべっていいんで。あ、ほんまですか。僕たち顔が似てるってよく言われるんですね。マジでよく言われる。メガネ外した方が似てるんかな。外した方が似てるな。似てますか。ちょっと明かりがあるやつと。なんか髪型にもよるんかな。そう、ちょっとどっちも目悪いから、うん、何もほんまに何もあんま分からんけど、もう結構ほんまに顔とか雰囲気とか兄弟ちゃんみたいな。兄弟です。兄弟です。ほんまに兄弟です。手ぐらい似てるって言われますね。よく言われます。僕あんまり文学は知らないんで、はい、そこはあんまり似てないです。あんまり似てないですけど、彼はこう服とかに詳しいんで。服音楽、服音楽がメインですね、うん、服音楽メインやってますんでYouTube お願いします。お願いします。最近ちょっとあんま上げてないんで。あれなんでな、なんで上げへんの。ネタがないのと、うん、まあ、ちょっとアルバイトが忙しい。アルバイトが忙しい。ネタ別にあるでしょ。でもその路線がちょっとわからんのもある。もう迷ってんだよな、あの感じで。もうだそのなんか真面目にやったほんま、それこそ Vlog、うん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 、ありかなみたいな。 Vlog やったらいいと思うよ、うん、俺みたいにもうほんまにカメラこうして別に何喋るかとか、まあある程度考えてるけど、まあ軽くメインではってぐらい。話題は決めといて、話題は決めといて、何喋るかみたいな話題は決めといて、詳細は別に決めてへんねんけど、うん、何喋ろうかなっていうのは、まあ、ラフな感じ。そう、ラフな感じ。それが Vlog の本来あるべき姿、良さです。雑談動画みたいなね、うん、それについてきてくれる人がいたらいいけど、うん、なんかいるみたいですけどね。ありがとうございます。ほんまに毎回コメント残してくださってる方、ありがとうございます。すごい羨ましいです。言いますか、そういう固定。いませんね。いませんか。ちょっと固定ファンにみんななってあげて。似てるんで多分いけます。一緒ですよほぼ、うん。ちょっとでも過激なことを結構言ってるから、
まあ、YouTube とか最近はちょっと丸くして、うん、こういう感じ。あ、確かに普通に喋ったら普通に喋れる方なんで、やっぱキャラ作りみたいなところあるやん。まあまあそれは、うん、もちろんな。そこはなちょっとやっぱ、まあ、良くなかった。いや良くないってわけじゃないけど、それをいいと捉える人もいれば、まあ、それはね人それぞれ。怖いな。逆にこれもね、そうそうそう、つまんねえなと思って、つまんねえと思う方もおられるかもしれませんけど、うん、おい、やるぞ、やるけー、うーん、二人やん、こっちは、はい、兄弟です。マジで喧嘩強いから、二人とも、うん、伝説の喧嘩師です。マジで伝説の喧嘩師やったで、やったんで路上でな、うん、で、路上の伝説思いすぎない路上の伝説です。朝倉みくると呼ばれてた。言われてました。言われてましたね。いつかこれさ、7分ぐらいやろ。で、俺で結構固めで、そうだ、ね、4分半ぐらい固めで食いたいんで、今何分、今だ6分なったら4分、今6分40秒です。今5分40秒じゃない、5分40秒、うん、マジそう。あとじゃあ1分ぐらい、1分でも固いんじゃない。ヒカキンプレミアムだからさ、ヒカキンの思い出みたいなのがさ、うん、ああ、うん、なんかあるかって。マジでほんまに今23なんですけど、ガチ小6ぐらいから見てました僕は。あ、いつから見てました。小学校3、4年生とか、うんうんうん、やけどまあ別に同い年じゃないから、そう、多分見てた時期は一緒やから、うん、ほんまにやけど、そん時が一番見てて、うん、ちょっと伸び出して、まあ、クラスで見る人が増えたりとか、うんうんうん、するとってなったらやっぱちょっと逆張って、逆張り精神が、そう、見えひんくなって、あれあれっていう感じでした。もういけるんちゃうの6分半。おもろいでしょ。はい、いただきます。特製香味油入れます。もうちょっとそんなに俺お腹空いてないねんけど今。俺もそうでしょ。だから、あ、でも香りはいいですね。グーフィルソーグー天一食ったからさ、今日こってりマックス、あの、うん、杉蔵があれやってて、僕ルナシーとか結構ビジュアル系も好きなんで、うん、杉蔵に会いたくて行ったんですけど、働いてませんでしたね。働いてない。代わりにすごい外国人がいた。日本語わからへんけど日本で働いてる外国人がいて、固めと普通で頼んだんですけど、固めはなんかな、はいっつったけど、うん、普通の時は、うん、はいみたいな、分かってへん時のはい、はい、こんな色薄いの。薄いね。でもこれなんか辛いの苦手やと入れん方がいいかな。そんなに、まあまあラー油みたいな感じ、うん、ラー油みたいなのがあります。チュルルチュチュチュ。え、美味しそうになってる。何も出えへんねんけど、中身入ってねえから、中身入ってねえから、え、ほんまに何も出えへんねん。何これ、下手くそすぎる。最悪です。早く食べたいんですが、手もベタベタやし、テロップで優しいから待ってるって。あ、入れるで。それもちろんな、伸びる。アロンアルファみたいなハサミ、カラーリングが友達のハサミ、パチって。おう、最低人間っていうテロップする。テロップ予想しんどいて。大体読めるわ。よいしょーす。よいしょ、いただきます。見せないとダメでしょ。お前そうやで。結構麺は縮れてて、縮れ麺、美味しそうです。美味しそうです。美味しそうです。いただきます。ガチで感想言うわ。いただきます。いただきます。ちょっと熱そうですね。熱そう。ん、うん、うまいやん。味噌菌、うん、味噌菌うまい。味噌菌うめえから。味噌菌うめえから。え、まあでも味は変わってないですね、再販する前と一緒やった。うん、なんか多分変わってない。え、味結構俺好きよ。多分ニンニクが強めの、うんうんうん、うん、俺あんま味噌ラーメン好きじゃなくて。味噌ラーメンね、うん、あんま興味ないけど、うん、なんかあんま味噌ラーメンっていうよりかはかニンニクが強いんで。ニンニクラーメンやな。まあ味噌菌っていう名前があんまり。確かにな。味噌菌ってどうなん、ちょっと安直。うん、それは別にいいけど。全然いいよ。味噌ラーメンじゃないから味が、うん、めっちゃニンニク強いっすわ、うん、
ニンニク菌あれやねん、これつけずにまず食った方がよかったかも。せやな、元の味でニンニク菌やねん。ニンニク菌、ニンニク菌です。汁がね、ラーメンの命はスープとよく言われますから。何むせ、熱いもんがちょっと来たらやばいですね、これ。喉が、うん、めっちゃついちゃった、うん、かわいそうに。食事難しいな。温かいご飯でもおなかなってるのか。ほんまだ。スープはどうやった、なんか熱すぎてよく分かんなかった。そうですよ、うん、熱かったり冷たかったりすると味が分かりづらくなる。 それは逆にいい風に生きることもあるんで、うんうん、もやしがさ、もやしが入ってるんですけど、うん、フリーズドライかなんかの、うん、これがめっちゃ甘い。でもこれ、うん、多分予想では、うん、あの蒙古タンメンの、うん、あの北極、うんうんうん、もこれ入ってて、あ、そう、これ俺結構好きで、めっちゃ甘ない、うん、もやし意外とちゃんと味までフリーズドライされてるから、確かに形だけじゃなくて中身もあるよっていう。おすすめです、味噌菌。もう買えないけどね。もう買えないけどね。売ってないけどね。メルカリで、ほんまに、1個1000円とか売ってるから、うん、まあ、どうしても食べたい人は。まあ、汗水垂らして、働いて買ってください。買ってください。うまいわ。ちゃんと、このなんか、何それ、何だっけ、これ。で、何だっけ、忘れた。メンマ、メンマも入ってるんですね、これ。なんか具材をさ、こだわって、こだわって、何個か種類ある中から、うん、これとこれとこれみたいな感じでやってるのを動画で見たんで、ヒカキンさん。マジでコラボ待ってます。うん、3人でここで味噌菌食べる、あのでっかい味噌菌送ってほしいです、うん。ほんまにお願いします。見てるやろ、見てはる。見てるか。うまそうやと思うねん。自分のさことを、うん、自分の出した商品を、まあ、真面目にレビューしてる、そう、真面目にレビューしてる若者二人がいたら見ると思うねん。確かに見てほしいもんね、うん、見る、絶対見ると思う。俺やったら見るもん。俺がヒカキンやったら見る。ヒカキンさんやん。うん、ごめんなさい。そこは先輩なんで。すいません、見たかったら怒らはるから。うん、めっちゃうまいわ。でかい味噌菌送ってくれへんくなるから。むせそうやな、ほんまに。結構むせる感じです、うん、マイナスポイント、マイナスポイント。そこはでも具材がちゃんとあるのかなりうまい。で、量が結構多い。そう、これなんかめっちゃ量が多いみたいなのが売り。うん、結構多いよな。 80g って多いんかな、麺 80g、うん、多いんちゃう。カップラーメンって確か65とかが多分、うんうんうん、知らんけど普通ぐらい、知らんけど。うん、味噌菌うまい。これ米バージョンもなんかあるんですけど、うん、味噌菌飯、味噌菌飯売ってなかった、売ってなかった、マジで売ってなかった。僕も住んでる場所が田舎で、うんうんうん、その初版の一番最初売った時にそのバイト終わりに買いに行って、うん、米は全部売り切れてて、うんうんうん、これはまだいっぱいあったから2つ買って、まあ、どっちも食べました。なんか壊れたらしいね、うん、僕味噌菌あんま好きじゃなくて、ほんまは、うん、その理由が味とかじゃなくて、うん、バイト終わってこれ買って、うん、あの MacBook で YouTube 見ながら食ってたらこぼしちゃって、そりゃそうだな。写真ここに貼っときます、多分。写真ここに貼っときます。ここに、うん、でそうなって僕も眠たかったからそのまま寝ちゃって吹かずに。なんでな。でそれ、まあそれはええとして、うん、で朝起きてさすがにちょっと洗った方がいいかなと思って、うん、僕その経験上精密機器に水あ、うん、与えたらダメみたいな、うん、絶対ない。あれでも嘘やと思ってて。ヒカキンさんも、うん、あの iPhone を水没させられるやつ毎年やってる、毎年お風呂にそう体操しませんってやってるから、
いいんかなと思って洗ったら、うん、そのままほんま壊れてしまって今どういう状態かついてんの？その時はつくけど、うん、もう画面が染みできてるみたいな水で、でもしばらく乾かして、うん、その画面の染みはなくなって、うんうんうん、まあやけどキーボードが、そうキーボードが右上だけ壊れて最悪やん。スペースとかは使えるけどみたいな。 A とか Q とか W とかあるとこらへんの。 W ってでも左だから。そうか、右上右と左が分からんから。ああ確かに、うん、だから P とかあるとこ、うん、K とかあるとこ、あとバックスペース、うん、消したりできへんからっていう悪い思い出があるラーメンです、うん、それ下積み時代に食って MacBook 壊れました、うんって思ってるから、でも味は美味しいですよ、うん、マジで味だけだったらほんまに、うん、まあ、ほぼしたのも俺が悪いし、うん、YouTube 見ながらな、うん、そう普通に行儀よくしてたらこんなことにならないんです、うん、美味しい思ってる。どうやった？何が？想像と比べて。想像はほんまになんか大したことないやろなと思ってたけど、カップヌードルとかの方が美味しいやろと思ってた、うん、俺シーフードヌードルが大好きやから。俺も僕は思う、カップヌードルもさ、うん、味噌ってあるやん。あるんよ味噌、茶色いやつ。茶色いやつ俺あれ食ったことなくて。おもない、味噌興味ないし、うん、味噌興味ないんやな。味噌汁とか別に興味ないし。味噌 汁はあるでしょ。味噌汁興味ある？うん。嘘。ごめんなさい、それは。やっぱ日本の文化。うんうん。多分。思ったけど、うん、最初食った時は、うん、ニンニクのパンチが強いから、ちょっと結構強い、ね。ニンニクやんけと思ったけど、食ってるうちに口がニンニクになって、慣れてきて、なんか味噌の味も、うんうんうん、来る。ちゃんと。考えたはんやな、そういうことも。最初はパンチでいった方がいいかなっていうのを、まあそれは、うん、ファーストインプレッションが多分薄いと、なんやこれってなって、後からニンニク来てもしゃあないし、お腹いっぱいの時にニンニク来ても何をしてんのって思うんで、何をしてんのってなるから、ニンニクってその食欲増進みたいなあるやん、うん、だから最初にニンニクこさしてバンバンいってるうちに味噌の味がそうするやん。確かにそれはあるかも、うん、っていう多分結構考えられてる、考えられてますよね。うまい。せっかくやったら味噌金飯も食べたかった、うん、味噌金飯も食べたかった。これ確かに米に合うと思う、うん、くっそ熱いなこれ。くっそ熱いな、腹いっぱいし、汁無理やこれ。いや、もう飲んだ方がいいよね絶対に、うん、ヒカキンさんに大きい味噌系もらうんやったら、うん、やっぱ飲まないと。飲んだってことにできるんかな。捨てて捨ててこら辺にこぼしたけど、そうそうそう、編集で飲んだことにしたらいいかな飲みました、全部ちゃんと、うん、飲んでるますね。飲んでるますね。飲みました、はい、ちょっとなんかあの汚いんで、汚いから見せないけどこぼれるし、こぼれるじゃん。こぼれないんですけど、こぼれない、もう飲んでるから、うん、ただなんかちょっとグーとかがちょっと残ってる、うん、飲んでるな。うまかった、うまかったです。ポイントだけ言うか。ポイント、うん、トゥデイズポコチンズポイントと、うん、トゥデイズタマネンズポイント。なこれがトゥデイズタマネンズポイント、ワンドレッツトゥデイズポコチンズポイント、すごプスナインティーン、すごいよ、めっちゃそのクオリティが高すぎてでもこのなんでナインティーンかっていうと、うん、90点やナインティーンって、うん、90点やな。その10点は、うん、その MacBook が壊れたのを思い出してちょっとそれがな、結構やばかったかなっていう。壊れへんようにするためにはどうするかっていうのかな。これ食べないことです。食べないこと、味噌菌を食べないか、あの水分量減らすか、うん、うん、混ぜそばとかにしたら壊れなかったんちゃうか。あ、確かに、うん、なんか次、混ぜ菌、混ぜ菌作ります、混ぜ菌作ります、俺ら勝手に作りますよ、混ぜ菌作らせてもらいます。
はい、ということで、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。僕もお願いします。彼のところもバイバーイバーイバーイ。